海は広いな。ここ川や。結構2日前の雨の後からのタイヤの跡が結構ね、ついてたんで、おそらく昨日ね、結構入られてると思うんで、活性がどうかですね。まあでも今日まだ雨雲の反応がないですね。まあ開始5分ぐらいですけど、絶対昨日の夕方に人入ってるね断言します今までの反応を知ってるから今日は厳しそうですね。で、今 100m ぐらいね、川を登りながら探ってるんですけど、その間で雨雲のあたりって1回だけだったんですよね。初めての川でね、状況わからなければしょうがないんですけど、でここ過去の2回ではね、もう魚影から考えるとそんなもんでは全然ないはずなんで、っていうことはおそらくね、まあ、何らかの影響で活性が悪いか警戒してるかなんで、まあ、最初はね、時間があるし、ゆっくりね、探ろうと思ってたんですけど、この状況からするとかなりね、厳しい気はします。なんで、そういう時は、まあ、テンポよく逆に探って、でもうダメだったらね、まだ朝の時間は早いんで、場所外もね、検討した方がいい釣果に恵まれるかもしれませんね。釣れてないんですけどね、こうやって釣れない時の原因はね、なんか早く掴んだ方がいいでしょうね。まあ、僕の中ではもう昨日の夕方人が結構入ったなっていうぐらいしか今はないんでね、朝水温も14度で水量も結構いいんでね、でこの朝まずめの時間帯ですし、マイナス要素はもう今のところではないんですよね。時期も最高なんでね。ってことはおそらく人が夕方に、まあ、入っておられると思うん で、天からの刀の跡とかは結構ね、同じように当たりは出たりするんですけど、ルアーの方のね、跡っていうのは結構ね、まあ、毛針に反応しなくなるっていうことが、まあ、結構言われてるのと、僕自身の経験でもね、結構あったんで、ひょっとしたらそのルアーの方がね、まあ、夕方ぐらいに、朝はね、もう関係ないと思うんですけど、夕方ぐらいだと影響は残るはずなんで、こういう日はちょっと、まあ、できるだけ毛針を沈めて、まあ、僕もミスはしたらダメですし、魚もミスをしないようにね、まあ、水中で食べてもらった方がいいですね。ここもいい流れがね、ずっと、全体的に続いてて、で泡もね、まあ、筋ではなくて全体的にね、広がってるんで、まあ、雨子もね、川むつもお餌をね、まあ、待ち構えてそうな場所ですけど、今もね、最初の時に1回だけ雨子が今出たんですけど、あとは川むつですけどね。お、今のこいつよいしょよいしょよいしょようやく釣れたな今日。よいしょ、うん、ようやくやな。やっぱり活性が悪いな。20センチぐらいですね、うん、もう今はね、もう本当に言ってたど真ん中ですね。意外とこのイモリっていうのは水中でしかいないと思っても、やっぱり両生類なんで、ね、一緒に寝てんのか。絶対死んだふりしてますね。バレバレやぞ結構陸にもいるんですね。なんか道路を結構張ってたりね、夕方だとしますね。よっしゃ釣れた釣れた。よし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 よいしょ
教えてくれました。これも綺麗な綺麗ピンですね。これ19か20かぐらいですね。やっぱり水面には出ないですね、今日。うん、警戒すると思います。なんとか2匹目ですね。で、今釣れたらそこのね、緩みで釣れました。でもあの、上流のね、あの石の影響であそこが緩みができてるっていうね。あそこ流したら、水面には出てないんですけどね、まあギラッてしたのは見えました。うん。まあでも、かなりやっぱり警戒してる感じですね。ここで行こう。あ、でも魚はいますね。一匹見えましたけど、おここに来た。おーし、今見えたやつがここに来よった。ギリギリで U ターン。なんてやつだ。惜しかったな。まさかのいきなり反応しとった。でもどっか行きよった。わかんない。さっきのが最大の今日のチャンスだったかもしれません。まあでも魚はいますね。釣れる釣れないは別ですけど。いやでも今も近くまで来ましたね。まあ、魚でもいますね、やっぱり。お、来た。ああ、今食いよった。今のはアマゴやな。わあ、すっぽ抜けたぞ、今。確実にこっちに入ってた。うわあ、今の最大のチャンスで最大のミスやな、僕の。パクッと食いました、今の。多分ね、今のは放流っぽい出方ですね。今のは確実に僕のミスですね。口に入ったんですけどね、かからんかった、うん、お、出た。うわっ、で、おお。声にならんけど、あんまり大きくないけど、すごい出方。えい、びっくりした。すごい大ジャンプでいきなり出てくれた。びっくりするわねえ。本当に18センチぐらいかな、多分20センチもないはずなんですけど、めちゃめちゃ引いたし、めちゃめちゃ太ってますね、こいつ。大ジャンプでいきなり出てくれました。まあ多分いきなりでびっくりしすぎて変なわめき声にしかなってなかったと思うんですけど。今出たはね、多分その辺ですよね。そこまであの落ち込みの付近まで行ってなくて、まあ、その手前でね、結構緩いところで大ジャンプで出ましたね。あのジャンプだったら大概ミスしよるんですけどね。もうこいつはもうハンターですね。ドンピシャで食ってくれました。天からとかね、フライとか釣果を上げるコツっていうのは、釣り人だけではなくてね、魚との協力関係がないと。なかなかね、魚がいっぱい出ても全部ミスしてたらね、絶対釣れないんでね。協力関係があってこそです。お、おっしゃー、バレた、バレた。今のいいのが出たぞ。そのね、わずかな緩いところ、ちょうどあの石の後ろのね。うわー、今食っとったな。どこから出てきよったやな。2投目ぐらいで出てきましたね。今のアマゴですね、確実に。うん、多分ね、今日釣れないのは実力ですね、僕の。実力不足ですね。ここ魚はいるしね、今の見てると。
まあ、北側もね、ちっちゃい川なんで、譲り合って釣っていかないと、まあ、皆さんね、釣る場所がなくなるぐらいですもんね。上に釣られていますけど、もうちょっと行きましょうか。釣られて。もう僕そこで終わりますわ。あ、天からで。いやもう全然釣れないですよ。あ、天から。あ、そうですか。もうそこでやめるんで。今出ましたね。もうダメですね。あ、いいえ、全然もう本当にここでやめます。よし、僕は終わろう。よし、OK。今日初めてされるんですか？去年に、はい、塾の榊原さんに、はい、教えてもらいに来て、へぇ、その時は、はい、一緒についていったら、はい、2時間で12匹。そんな釣れたんですか？岩名ばっかり。ああ、岩名ですか。糸城川は、岐阜県ですか？岐阜の山奥。はいはい。めちゃめちゃ魚影っぽいです。あ、そうですか。で、機嫌を変えてきて、ここでやっぱ全然。確かに今日ね、難しいかもしれないですね。お客さんいないから僕、餌は25年ほどやってた。ああ。今こんなとこバンバン釣れるからね。はいはいはい。これやっぱ全然釣れへん。キャスティングがね、はい、なんか、あの、上から見させてもらったら、はいはい。お前テレビ出てくる人みたいに。いやいやいや、そんな疑問じゃない。どんな反応ですかね。ちょ、はい。はい、そうですね。今ちなみに竿って何メーターですか？4メーター。あ、4メーターですか。はい、あ、長いですね。あの、その榊原さんの、はいはい、作ってるあやつなんですよ。それって鬼竿。ああ、そうですか。かなり軽いでしょ、それ。軽いです。ねえ、うん、ああ、榊原さんってあの天からの鬼の方ですか？そうです。あの榊原。はい。でもその一日でね、相当成長ね。やっぱこんなん見て覚えんとな、あ、と思ったんですけど、今度帰ってきたら、うん、なんですね。あれですか、ね、やられてるっていうことは、ね。それか、富士天から会とか。いや、僕は入ってないです、何も。ここはそうですね、ここやったら北山店から会とか、なんか結構ね、うん、講習とかされたりしています。うん、あのね、うん、ちょうど明日とかも多分ここ講習されますよ。うん、ここのフィッシングクラブさんとか主催で多分明日講習会されたりとかで、1ヶ月前ぐらいには北山天から会の方とかが天から講習もされてたんで、うん、毎年されてるけどね、ちょうど明日されますわ。なるほど。うん、あ、なんかタイプ1、タイプ1、ちょっと右足すぎます。ね、ちょっとラインが重いんかな。いや、いつもお使いのに比べたら、いや、僕の方が重いんですよ。あ、そうですか。うん、僕今レベルライン、これレベルラインでテーパーラインをさっき使ってたんで、はい、で、あ、すみません、ちょっと大丈夫、はい、で、一応ラインが、はい、多分今もうちょっと伸ばした方がいいかもしれないですね。レベルラインだったら。ちょっと、
汗がついてたんで。あ、そうですね。一年ほったらかしちゃったんですよね。で、このラインは軽いんですけどね、必ず伸ばしてやらんと、うん、あの、クリクリクリってずっとそれが残ったままになるんで。先生言ってた。ねえ、だそれをやるだけで全然。なんかパンピンってやつ分かりますか？ああ。僕だと、この長さだと、あ、そうですね。もうちょっとね、このメインラインを、はい、多分ね、僕、竿の、まあ、この辺かこのぐらいまでは、あの、長くっていうか、その辺の長さにはしてると思います。なるほど。で、そこから、このリーダーを、はい、まあ、それは多分一緒ぐらいでいいと思うんですよね。このぐらいで。リーダー、このぐらい。いや、全長の長さはこのぐらいでいいと思うんですよ。ただ、バランスがちゃうんですか？そうです、そうです。このメインラインが多分短くて、このリーダーが、これ、うん、1.5 メーターぐらいあるんで、はい、で、このぐらいまでのメインラインの長さにしとくと、もっと多分飛びやすいと思います。はい、うん、そうですか。で、ここ軽いんで、この糸は、リーダー部分は、はい。で、これが結構な割合占めてるから、だからちょっと、飛ばせないこともないですけど、もうちょっと、なるほど、うん、長く、メインラインを長くこの辺までしといたら、うん、飛ばしやすいと思います。なるほど。だってもう、投げられてるのしたらもう、テレビの時にシューッ、いやいやいや、シューってなってますよね。でもまあ、これでも、でね、いけますよね。ラインがだいぶ伸びたんで、で、結構今も、手張りだけがついてるっていうイメージなんですけど、まあ、ただ、いつも毛針見て釣られてます。もう見えないですよね。そうですよね。いや、僕もなんか目悪なのいや、僕も見えないですよ。あ、やっぱり見えない、うん、で、え、ほんとで、僕の使ってた毛針は一応白いハックル毛をつけてるんで、だから見やすいんですよ。で、これだと今ハックルを巻いてないんで、うん、まあ沈みやすくてね、いいんですけど、ただこの色がちょうどね、赤と茶色系なんで、多分そこの色と、うん、もう絶対見えないと思いますし、で、その時は、大体、まあ人によってカウントでね、合わされる方と、あとラインの動きで合わされる方いるんですけど、で、うん、ただ、手遅れになりますね。いや、そのぐらいで十分です。あ、そうなんですか。基本を沿わせって言われてるから、だから、そうですね。僕も基本はそうですね。うん、お沿わせっていうかもう、まあ時期にもよるんですけどね。本当冬場とかは、もうめちゃめちゃ、なんやろ、警戒して、しながら食べてるんで、で、食べて、ちょっと違和感感じたらすぐ履く準備をしてるんで、その時はあまりお沿わせしすぎると、もう履いてるんですけど、もうそれ以外の普通のもう4月以降のシーズンだったら、もう基本お沿わせで、バクってこうジャンプしても、こう着水してから合わすぐらいで十分。うん、で、それ見てたらそれができるんですけど、これラインで合わせようと思ったら、ね、お沿わせって、ね、ってなるんですけど、もうラインにこれ反応が出てるときは、もう絶対食べて動いてるんで、もう十分のお沿わせなんですよ。だから、基本、まあ、こういう毛針を使ったりとか見えないときは、ラインの動きで、ラインが止まるか、ちょっと動くか、なんですけど、で、これだと、それがね、それで合わせたいんですけど、見えるラインってここまでじゃないですか。はい、ここほぼ見えないじゃないですか。はい、透明なんで。はい、なんで、せめてまあ、その見えるラインが、メインラインが、この竿のここぐらいまであると、もうちょっと合わせやすいはずです。うん。ラインの動きはもっとギリギリまで見えるんで。で、これだと、ここが長いから、ここで食べたとしても、かなりの動きがないと、ここの、うん、メインに出てこないんですよ。うん。そういう意味でも、もう少し長くするか、あと、僕使ってるのは、ここの糸を、リーダーを、色付きにしてます。あ、うん、そういうのあるんですか？まあ、これ用じゃないんですけどね、僕使ってるの、これ、鮎用の天井糸なんですけど、これ、取っていいですか？あ、これ、あ、これいいです。これあげましょうか。全然からなんです。あ、ありがとうございます。すいません。帰り、ここで帰ろう。あ、そう、それよりも、ワカサギ用のね、これ売ってるとこと売ってないところがあるんですけど、
これ、まあ僕、風呂 0.8 を使ってるんですよ。はいはい、で1号か 0.8 ぐらいがまあいいかなと思うんですけど、うん、で、まあ、フロローの方が沈みやすいんで、あまあ僕、フロロー。自重重たいんですね。あ、そうです、そうです。で、フロローを使ってるんで、で、フロロの、その色付きの 0.8 か1って言ったらそんなないんですよ。あ、そうなんですか。はい。で、こういう鮎糸の天井糸とかやったら、普通にあるんですけど、うん、結構、これ30、20メーターか。で、これが60メーターなんですよ。なるほど。でも、全然、値段一緒ぐらいなんで、絶対こっちの方が、うん、あれば、いいんで。よし、かっこいいだろう。で、これオレンジなんでね、これいいと思う。こっちの方が、うん。そうっすね。で、これとかを使うと、このぐらいのリーダーの長さでも、うん、まあ、ラインで合わせたりできると思います。なるほど。うん。オレンジとか緑とかあるんで。なんで。ありがとうございます。はい。うわ、ほんまあると思うね。ありがとうございます。いえいえ。前に落とすときに結構力が入ってるかもしれないですね。ああ。多分そのレベルラインって力入れたら入れるだけ飛ばなくなるんで、力入れるのはどっちかというとそのバックキャストのときにピュッて上げて、で、ふわっと落とすっていうか。おお。うん。こうやりすぎてるっていうこと？ちょっと書いていいですか。どうやろう。上の時にもうちょっと多分こうでこうされてるイメージなんですけど、はい、この上げる時にもっとこうもう 手首だけでもうこれでいいと思うんですよ。これでで竿をもうこのぐらいで止めてやる。で逆にこのぐらいまでやってしまうともうラインがべちゃってつくんで、もう本当に止めるんはもうこのぐらいで、でもう本当にこう後ろの時にキュッて上げて、でもここで止めたら多分今見えないですけど、毛針だけがついて流れてるっていうイメージなんで、うん、高倉さん、うん、そう言ってました。ああ、はい、多分そうかもしれないですね。あ、そうですね、イメージはだから上げるときはもうこんな感じで、うん、でピッて止めるっていう。ちょっとだけその筋を変えたらそういう風にならないかもしれないです。全くこの同じとこを通ってるとやっぱりそうやって絡んだりするんで、若干だけ落とすときにちょっとだけ角度変えてやったりとかちょっとこう回すイメージとかでもいいかもしれないですね。ふっと回して、じゃあもうほぼ絡まないんで。すみません、なんか邪魔する。いい、とんでもないです。このあれ使われます、リーダーをもうそれ切ってしまって、はい、これ使われます。あ、でこっちの方が、はい、多分今練習でもそのどこに落としてるかとか見やすいと思うし。ありがとうございます。うん、もうそこだけ切ってしまってもいいかもしれないですね。ラインがさっきよりか短くなったかもしれないですけど、うん、同じ色で逆にちょっとあれかもしれないですけどね。一応、はい、ちょっとまだ見えると思うんですよ、さっきより。見えるんですね、ギリギリまで。だからこうしてると、そのラインがもう止まっても、もうこのぐらいだったら多分分かってくるんですよね。なんでピッて動き出るとか、あと貼るっていうのは結構あるんで、ピーンと貼ったりとか、もう流れがあるのに止まってたりとかってなるのが、多分このリーダーの色を変えるだけで。あ、今来ましたね、魚。見えました。見えました、見えました。うん、そうそう、これさっき僕が戦ってたやつです今のでも惜しかったですけど ね、うん、結構。お、また来ました、また来ました。ああいうやつは釣れるかもしれないです。うん。アマゴですね。アマゴですね、今。結構な、20センチぐらいかな、でも。うん、多分、見えるようにだいぶなったと思います。すげえ、うん。あ、なんかいい感じですね。あ、でも、だいぶ、うん、飛ぶようになったと思いますよ。なんとなく、うんうん。おっしゃってる意味は分かってきました。はい。で、竿の止める位置っていうのは、あ、来ました。惜しい。ああ、惜しいね。釣れるかもしれないですね。ねえ。だいぶ変わりましたよね。全然違いますね。で、結構そのリーダーを色付き使うと、釣果に影響しひんかって言われたりするんですけど、僕的にはもう全然もう変わらないんでね。仮に若干あったとしても、それよりもそのラインに出るあたりよくわかるんで、その方がね、うん、よっぽど。うん。多分今も魚で出ましたね。
でもね、うん、来ましたね。うん、キラッと来ましたね。何メーターの差を作ってはるんですか？僕 3.6 メーターですね。3.6 で今さっきやってたのはラインだけを 4.5 メーターにしてたんですよ。でそこからリーダーをつけて、うん、この全長でいくと、あ、結構長いです。竿よりもだいぶ、うん、まあ、場所によって変えてるんですけど、まあ結構ここやったらね長めで使えそうやしと思って、うん、でもあるよ、ね、投げんの高くとなうちはこれぐらいの長さでいいですか？あ、もう全然いいですよ、うん。で多分止める角度をもうちょっとこう高く、あ、そういうイメージ、今結構いい感じになったと思います。そうです、そうです。だから多分今変わったと思いますよ、ちょっと、うん、竿の角度が今までだから寝てたから、その竿のここで止めんとあかんのがここまでになってた分のたるみがあったんですよ、うん、だから今上の角度で止めてるとそのたるみがなくなってるから結構シュッて、うん、今飛んでたと思います。あっちに欠かさなあかんからと思ったら、体がそっちに行くわけですよ。ね、で、竿もね、そこまで行ってたけど、それ今逆に高いところで止めると、うん、たるみがなくなりましたね、今。なるほど。うん。今の結構、最後の、もう一回ちょっと、高い、そうですね。あ、だいぶ、もう全然違いますね。これでやっぱり止める位置ですね。止める位置で、もうだいぶ。あ、そうですね。後ろですね、うん。そうですね。バックキャストと、止める位置だけで、多分、もう変わると思いますよ。なんか、うん。多分だいぶ変わったと思います。うん。あのたるみが本当になくなったんで。うん。インストラクター。いやいやいや。いやいやいや。いや、でも全然変わりました。あ、ほんまや。全然変わりました。ほんまや。止める位置ですね。止める角度ですね。なるほど。うん。すげえ。いやでも全然変わりましたよ。ね、もう多分分かられてると思いますけど。うん。それで、はい。いえいえ、とんでもないです。